暖かい南国ムードに満たされた南房総屈指の町立山、大きく湾曲して迫る鏡ヶ浦、明るく開放的な町並み。阿波の国を代表する地区として繁栄した町立山の秋は、町中が華やかな祭りの熱気であふれかえります。天下太平と五穀豊穣を願って行われる年に一度の熱狂の祭り、八幡の町と呼ばれる鶴ヶ谷八幡宮例大祭です。いよいよ鶴ヶ谷八幡宮の例大祭、八幡の町を迎えました。第一日目は宵町です。朝7時、北条地区南町の氏神比留子神社に今年の山車とお船の年番を務める南町の人々が集まってきます。むいかしくましく飾りつけ、山車のうちとにやらんつみけがれを。終罰式も済み、鮮やかな山車が町内の引き回しへと出発していきます。山車は町内の路地から路地へと引き回され、祭りの雰囲気を盛り上げます。新宿の神明神社の山車はお船です。賑やかなお囃子を響かせて阿波神社と角宮神社の神輿が到着するのを待ちます。その昔、宗者の祭りが三好村の府中で行われていた頃、阿波神社の神輿と角宮神社の神輿を新宿のお船に乗せて伝えるのが奉米式です。やがて12キロの道のりを渡御してきた阿波神社の神輿が到着です。続いて角宮神社の神輿も到着しました。奉米式です。三本の幣束は中央が阿波神社、左が角宮神社、右が下館松原神社のものです。明日の本町の時にお船のへさきに安置して鶴ヶ谷八幡宮に入祭します。お昼ごろ、各町の山車は官庁通りに集合、4基の山車と1艘のお船が揃って町内を練り歩き、鶴ヶ谷八幡宮へと向かいます。神々を乗せた山車は鮮やかな色彩を輝かせて町内を巡り、人々が感謝と願いを込めて迎えます。鶴ヶ谷八幡宮の参道に今年の年番を務める南町の山車が姿を現しました。山車とお船の入祭は八幡の町のクライマックスへの始まりです。人々の興奮は一段と熱く熱を帯びてきました。
がて山車は向きを変えて八幡宮を後にします。その頃、鶴ヶ谷八幡宮を後にした山車とお船が立山駅前に集合。ひとしきり山車とお囃子の共演を繰り広げます。南町は平成11年度八幡祭で年番の一切の権限を新宿さんに申し送りいたします。一切の権限を謹んで申し受けいたします。いやの国の神々が神輿と共に集合し、国の繁栄と人々の幸せを熱き熱気の中で祈る。山車が揺れ、お船が進む時、人々の願いが神へと通じる。鶴ヶ谷八幡宮の例大祭、八幡の町は阿波の人たちの心をたぎらせる感動の祭りです。